皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日もウィナースタジオからお送りしています。今日2016年3月の18日金曜日、今日の数波の言葉は、健康の決め手は腸がきれい、健康の決め手は腸がきれいです。そして、今日の BGM はアルバムピースの中から組曲広島の第4楽章アダージョをお送りしています。この広島、昨日もお話ししましたけれども、この曲を作るにあたって原爆が投下された、その投下された時に残り火をですね、九州の方がその火を大事にとって、そしてその火を四国88箇所の第88番札所大久保寺に持っていってですね、今も平和の灯火としてずっと灯し続けられています。その人、そして広島の平和公園に灯し続けられている平和の灯し火、その2つをですね、広島の方が持ってこられて、西村さん、これで広島の曲を作ってください、そして12月の広島の、1988年12月の広島でのコンサートの時にそれを披露してくださいというふうに言われてですね、作り上げたのが今流れている曲です。組曲広島。そして会場は郵便貯金会館広島のですね、原爆ドームのすぐそばにあります。そこで、披露しました。世界88カ所音楽巡礼の旅の出発点として1988年9月高野山でコンサートをして、でその中に先ほどの広島の方が来られていて、世界の平和のために世界音楽巡礼をするならば、まず被爆都市である広島でしてほしいということで、同じ年の12月に広島で平和コンサートをしました。でその時にですね、作ってほしいというので作りましたのがこの広島の曲です。プレリュード、プレスト、ワルツ、アダージョ、この4曲からなっている組曲広島です。以来広島はですね、毎年広島でのコンサートを続けています。なぜか原爆のドームのそばに仕事があるんですね。不思議な縁です。命に輝きを与えるために、命の作曲家西村直樹、世界でたった一人の音楽巡礼者。人間というものは本当に不思議な生き物です。想像することによって宇宙と自分がつながっていて、そして宇宙よりももっと広い心を持つことができるという、そういったこの人間の不思議、その命により輝きを与えるために作曲をし続けています。ぜひ皆さんも私の音楽を聴いてですね、何か思ったことがあったらぜひ、メールをいただければ嬉しいです。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。